話って何？解散しよう。え？え？解散しよう。なんやねん急に。いやこのままやったらその上には行かれへんなと思って。いやいやいや今頑張ってるやんか。ここ止まりやなって感じやから。急になんやねん。いやていうかさ、あんたのツッコミ弱いねん。は？ずっと思ってたから。ツッコミが弱い？いや弱いやん。いやもう解散、これは決定。いやちょ待ってよ。じゃもう行くとこあるから。行くとこあるって何？ほなね。ちょ村上、ちょ待ってよ。ちょ村上、え？間も悪い。そんなんやったら M1 語られへんで。そんな。あ、ごめんごめんごめん。あ、ごめん。え、何してんの？え、何してんの？新しい相方とネタ合わせん。新しい相方？うん。誰？ライディーン鋼よ。あいつ誰？昔の女。いや、新しいやり方って。ネタ合わせしようか。やろう。せやろ、うん、それ。はい、どうもよろしくお願いします。あのさ、こないだうち初めて栗ご飯食べてんけどさ、ちょっと待って。ちょっと待って、つかみ欲しくない？あ、つかみな、確かに。いや、つかみとかいう問題じゃないけど。あ、つかみな。つかみがあった方がいいと思うんだけど。いや、つかめてるって。でもな、出落ちでつかめてるって。これは？村上、え、戻った。いや、こんな漫才したかった。
は？うちらとずっとやってきたことと全然違うやん。お前さ、3回戦落ちのくせにさ、喋ってんじゃねえよ。黙れ。帰れ！帰れ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 ！帰れよな！すいません。さっきのめちゃめちゃいい例えツッコミがありました。そうでもないよ。ていうかな、消防車っていいよな。うち、生まれ変わってもまた消防車なりたいねんな。なんでやねん！お前は今消防車か？どれやろお前は！もうお前今は何や？うちは消防車。あ？お前今何て言った？死ぬ死ぬ死ぬ。今までありがとう。頑張って。おいな。巨人師匠0点やと思うで。